空母打撃軍、空母打撃軍、空母打撃軍、キャリアストライクグループ、CVSG あるいは、CSG とは、アメリカ海軍の戦闘部隊の一つ。2006年以前は、空母戦闘軍、空母戦闘部軍、CVBG と呼ばれていた。通常、一隻の航空母艦とその艦上機、複数の護衛関係によって構成される。空母打撃 CVSG は、 第二次世界大戦以来、幾多の実戦を経験しつつ、世界及び陸上への力の投射というアメリカ海軍の二大任務を遂行し続けてきた作戦、戦術レベルの軍事システムである。通常、空母打撃軍は、下級少将、リアードミラルロアーハーフ、RDML、一つ星によって指揮される。上級少将、リアードミラルアッパーハーフ、ラダ,ダム、 二つ星が指揮を取ることもあるがれであり、上級少将が空母打撃軍の指揮を取っているケースは、下級少将として司令官を務めている間に、上級少将へ承認し、次の任務、ポストに捕食されるまでの間務める、という場合がほとんどである。アメリカ海軍では、航空母艦の艦長、司令官を務める資格を有するのは飛行士、ネーバルアビエーター出身者か航空士官。 ネーバルフライトオフィサー、運法出身者に、法律上制限されているが、空母打撃軍の司令官については、そのような制限はなく、飛行士、航空士官出身者だけでなく、水上艦乗組士官、場合によっては、潜水艦乗組士官もこれを務めることができる。空母打撃軍を構成する艦艇の、総乗組員数は7000人以上になる。一隻の航空母艦を中に、 5から10隻の護衛艦、水上戦闘艦、潜水艦、1から2隻の補給艦から構成されており、空母は数十機の航空弾、戦闘機攻撃機、早期警戒機、電子戦機、輸送機、護衛艦は合計で300発以上に及ぶ、核死ミサイル、艦隊防空、股艦防空、艦隊地、艦隊艦、巡航、対戦、弾道弾迎撃と、 ランプスヘリコプターを搭載し、その火力の及ぶ限りの空間を制圧、支配できる。また、航空母艦の艦上に設置された打撃軍司令部指揮所 TFCC には、ワシントン DC の国家軍事指揮センター及び直属の統合軍司令部との直通回線や各種偵察、観測衛星からの通報回線が設置されるとともに、指揮下の全部隊についての情報が、 集中的に総合されており、指揮統制、情報活動の要となる。空母打撃軍、急空母戦闘軍は、一隻の航空母艦と複数の護衛艦,艦艇、潜水艦と補給艦で編成される。その編成は、その時代の技術と要求される任務に応じて変化してきた。1991年当時、二密級原子力空母は五隻収益していたが、 ローテーションの関係で参加したのは、セオドアルーズベルト、CVN-71 一隻で、残りは収益後30年経った、古い通常動力空母ある、ミッドウェイ、クバ -41、サラトガ、クバ -60、レンジャー、クバ -61、アメリカ、クバ -66、ジョンカイ・ケネリ、クバ -67 であった。ただしこれらは、大型空母で、 関西域の数も多かったため問題にはならなかった。キティホーク、クバマイナス63、コンステレーション、クバマイナス64、セオドアルーズベルト、CVN マイナス71、エイブラハムリンカーン、CVN マイナス72、ハリー・エストルマン、CVN マイナス75の六隻が化した。イラク戦争時の空母戦闘軍の航空攻撃力は、湾岸戦争時の三倍と、 評価されている。具体的には、湾岸戦争時には、1日に攻撃可能な攻撃目標数が200個であったのに対し、12年後の2003年では、これが600個にまで増えた。これは空母に搭載可能な戦闘攻撃機の機数が増え、また搭載する兵器の高性の化によって、ほぼ100%の攻撃達成が可能になったため出る。また、 イージュシスシステム搭載の RA バーク級、ミサイル駆逐艦の配備が進み、防空能力が湾岸戦争時より高まったことから、護衛艦艇は12隻から9隻に減っている。2006年から空母戦闘軍は空母打撃軍に故障が変更される。以前からの計画により9隻編成から6隻編成に変更になる。6隻編成に移行した背景には、 スプルーアンス級駆逐艦、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの退役艦了その一方でより高性能のアーレーバーク級、ミサイル駆逐艦が造成したことによって、艦艇数は減少しても、防空能力はさらに高まったからである。また、攻撃型原子力潜水艦は2004年から収益が始まったバージニア級が配備されるようになる。中核となる空母は、 2009年に通常動力のキティホーク、クバマイナス63、2012年にエンタープライズ、CVN-65 が退役し、ニミツ、CVN-68 からジョージ HW、ブッシュ、CVN-77 をめて10隻すべてが、原子力動力のニミツ級となる。タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦、スプルーアンス級駆逐艦の後継として、 CG、ズムールと旧ミサイル駆逐艦の配備が計画されていたが予算の縮小、開発費の高騰などの理由で CG は計画中し、ズムールと旧は建造数が削減され、全艦隊への配備のめどが立たなくなったので当面は大きな変化はない模様だが、個別の配備としてはアメリカ軍のプレゼンス増大が必要となっている地域に派遣されることになる。 2017年には、ニミッツ級以来、約40年振りの新型空母となるジェラルド R、フォード、CVN-78 が収益。現状の合計11個の空母打撃軍から定数を増加させることで、中国人民解放軍及び、ロシア海軍の急速に増大する、海軍力に対応可能な海軍力、リバランス政策を貫通し、世界各地に展開する打撃軍。 機動艦隊を計1 2個とする計画が現在アメリカ議会内で議題となっている。ズムールと旧ミサイル駆逐艦の項目参照。空母打撃軍は火器のような特性を有する。空母打撃軍の対地火力投射。シーストライク能力は航空母艦搭載の攻撃機による航空攻撃能力と護衛艦、ミサイル巡洋艦、ミサイル駆逐艦。 原子力潜水艦搭載のトマホーク武器システムによる対地巡航ミサイル攻撃能力によって構成されている。艦上攻撃機は操縦士自らが即応判断能力を有していることから情勢変化に即座に対応でき、また大量の火力を投射することができる。その一方、航空機本体だけでなく、これを運用するための莫大な航空設備が必要であり、また、 多数の人員、操縦士を前線に配置することから敵の反撃による人的損害のリスクが高いという特性を有する。アメリカ海軍は対戦中より各種の環状攻撃機を運用してきたが、現在では環状戦闘機と統合した海 A-18 よびその発展型としての海 A-18EF といった戦闘攻撃機によってその任務は 肩代わりされている。また、対地攻撃任務の際に、敵の地対空迎撃部隊に対処するため、EA-6 電子戦機が配備されてきたが、現在、その後継としての EA-18G の配備が進められている。現在、空母艦上には40機前後の回、A-18C、D、あるいは発展型の回、A-18E、 海戦闘攻撃機が配備されて、艦上攻撃機の主力となっている。同機は、最大で8トンに及ぶ武装を搭載でき、最長で5000キロメートルにも及ぶ、航続距離を有する。これらの攻撃機は、火器のような武装を搭載できる。トマホーク武器システム TWS は、敵の反撃による損害のリスクなしに、精密火力投射を行うことができるが、即応性に劣り、 また、火力の大量投射には不向きである。空母打撃軍においては、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦及びアーレーバーク級、ミサイル駆逐艦が MK37TWS を、また、ロサンゼルス級原子力潜水艦が MK36TWS を装備している。打撃軍全体での火力量は、その他の兵装の搭載量によって左右される。 水上戦闘艦搭載の MK41VLS のセル数は打撃軍全体で302から306セルであるが多くの場合、このうち100から150セル程度がトマホークに裂かれている。その射程は通常短弾頭1000ポンドのトラム C で 1650km、四段運搬弾頭のトラム D で 1250km、タクティカルトマホークで 3000km である。 空母打撃軍の水上戦闘艦は MK455 インチ砲を装備しており、これにより沿岸地域の敵に対して攻撃を行うことができる。艦砲射撃は前期の2射に対して投射できる比率量は大きく劣り、また射程が短いことから敵の反撃による損害のリスクが大きくなる上、制圧可能範囲も小さくなるというデメリットがある。しかし一方で、 所要のコストが前期の2社よりも、はるかに安く、また、持続的な火力発揮が可能であるというメリットもある。ことか、沿岸に敵対艦火力が存在せず、また、TWS や艦載機を投入しない、あるいはできないなどの限定的な状況においては、依然として有力な選択肢である。空母打撃群は、航空母艦の艦載機、及び護衛のミサイル巡洋艦。 ミサイル駆逐艦、ミサイルフリーゲート、攻撃型潜水艦を展開することにより、その火力の及ぶ限りの海空空間を支配し、また、自らに向かってくる脅威から身を守ることができる。空母打撃軍が有する最有力の対空戦闘システムは、航空母艦より運用される、艦上戦闘機及び空中早期警戒機、そして艦隊の C4I システムによる、 複合システムである。また、護衛のミサイル艦は艦隊防空ミサイルシステムを備えているほか、それ以外の艦も短距離射程の股間防空ミサイルや近接防空火器、CIWS などにより最低限以上の防空能力を備えている。打撃軍の作的可能範囲を増大させ、また、必要に応じて指揮統制を助けるため、 現在、航空母艦には5機の E-2 水槽機警戒機が配置されている。これらは必要に応じて遠隔地に進出し、全身配置センサーとして機能する。基本的には、その探知データは、戦術データリンクによって、航空母艦、あるいは防空中数艦の指揮所に伝えられ、ここで処理されることとなるが、近年では、ある程度の指揮機能も有するようになっている。 空母艦上には40機前後の回 A-18CD あるいは発展型の回 A-18E 海戦闘攻撃機器が配備されて艦上戦闘機の主力となっている。同機は中距離及び短距離の打ち放し式空対空ミサイルと M6120mm バル艦砲を搭載して最大でマッハ1.8の速度を発揮でき最長で 5000km にも及ぶ。 航続距離を有するほか、空中給油能力も備える。また、磁気装備の APG-65 レーダーのほか、戦術データリンクにより、脅威情報を受信することができる。一方、空母打撃群を構成する水上戦闘艦のうち、防空を任務とするのが、ミサイル艦、ミサイル巡洋艦、ミサイル駆逐艦、ミサイルフリゲートである。 これらは1950年代後半より順次実用化されたタロス、テルやターターの3種の艦隊防空ミサイルシステムを搭載し、これによって防空任務を行っていた。しかし1980年代より、これらより、はるかに先進的なイージュスシステムの艦隊配備が開始され、現在空母打撃軍に配備されたミサイル艦のすべてがイージュス艦となっている。 現在の空母打撃軍の一般的な編成では、防空中枢艦としてのタイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦と、これに指揮されるアーレーバーク級ミサイル駆逐艦、合計3隻が含まれていることが多い。また、航空母艦自身は、改良型股艦防空ミサイルシステム、アイプドムズ、MK31 ラムシステム、MK15CIWS といった自衛防空火力を装備している。 これらは現在 SSDSMK2 によって統合された戦闘システムとして再構築されつつある。これらの各機、艦が受信した情報は戦術データリンクを介して各艦 CIC 装備の GCCSM、そしてそれぞれの戦術情報を処理装置に入力される。これにより空母打撃軍全体が一体となった戦闘が可能となっているほか、 将来的には共同抗戦能力も導入される。長く、アメリカ海軍は、航空母艦に、固定翼の対戦哨戒機を配備してきた。しかし現在、S-3 の退役完了により、艦上哨戒機は消滅しており、航空対戦戦力は、完全に哨戒ヘリコプターによって占められている。哨戒ヘリコプターには、護衛艦に搭載されて、その部位により、 外周の広範囲を捜索するランプスヘリコプターと、空母より発進し、釣り下ソナーにより CVSG 付近を捜索する CV ヒーローとがある。現在、空母打撃群に加わっているすべての護衛艦が、統合対戦システム、水上艦は、アン、S99-89、潜水艦は、アン、B99-5 ソナーへ、また、DDG-51 級の後期立て造艦、 フライトインアを除くすべての艦が、エイソナー、タクタス、ストスを備えることにより、遠距離で潜水艦脅威を溶撃することができる。このうち、水上艦装備の S99-89 は、ランプス MK3 と連携しているほか、これらの統合対戦システムは、対空戦システムと同様にジョッツに連接されており、より円滑に、打撃軍全体で、 対戦作戦を展開できるようになっている。一方、CVSG が有する対水上火力としては、艦上攻撃機、水上戦闘艦、潜水艦から運用されるハープーン対艦ミサイルがある。これは最大で 200km 程度と比較的短射程であるので、水上艦装備のものについては、基本的には自衛火力として使用される。一方、 潜水艦と攻撃機装備のものについては、プラットフォームそのものが、非特性と機動性を有することから、十分に攻撃的火力としての運用が可能である。また、攻撃機は、誘導、非誘導の爆弾や対地ミサイル。潜水艦は、誘導、非誘導魚雷をも装備しており、対空、対戦戦闘力に欠ける敵に対しては、これらも、十分に、対水上火力として期待しうるのである。 一時期、上述したトラム対地巡航ミサイルの対艦型タッサム、射程 460km の艦隊配備もなされていたが、乗射程の艦隊艦火力を持て余したことから、比較的早期に退役している。また、海上治安活動時においては、CVSG は、核護衛艦のランプスヘリコプターに加え、航空母艦搭載の哨戒ヘリコプター及び、 多用途、補給支援ヘリコプター、戦闘救難ヘリコプターにより立ち入り検査隊、チームを展開することができる。これにより CVSG はより効率的に海上治安活動を実施することができる。空母打撃群においては航空母艦搭載の早期警戒機及び対戦哨戒機 CVSG 高成核艦装備のセンサーによる卓越した 情報収集能力のほか、空母が備える、機関機能及び資金とシステム、衛星通信及び戦術データリンクシステムによって、打撃軍外部からの情報もが、空母艦上の TFCC に総合され、処理される。ゼリー・オータトルが総案したコペルニクス C4i コンセプトは、すべての情報を洋上部隊指揮官に集中し、その意思決定を助けることを主眼としていた。 これを最大規模で体現したのが空母打撃群の TFCC である。空母打撃群 TFCC においては作戦海底 NMCC 及び UCC 司令部間で使用される GCCS と戦術改定、艦隊内で使用される GCCSM の両方が設置されており空母 TFCC には作戦海底と 戦術改定の双方の情報が集中することになる。多数艦の分散配備及び股間防御システムによる残存性。通常、CVSG の各艦は数回りの距離をとって行動し、一度の核攻撃による全滅を避けている。また、構成核艦は、それぞれ直接の脅威に対処できる最低限以上の能力を備えており、 容易に戦闘能力を喪失するリスクを抑えている。空母打撃軍は編成内に補給艦を有しており、ある程度の期間は独立しての作戦行動が可能である。また、原油の航空母艦はいずれも原子力推進であり、時間用燃料を搭載する必要がないことから、艦載機用の燃料、弾薬をより多く搭載できるようになっている。なお、 一般的な編成においては、CVSG 所属の水上戦闘艦の MK41BLS セル数は302から308に及ぶ、移動可能であるという艦船の特性に基づく、機動力、蒸気の要件を備えた戦闘システムが、数十ノットで移動し、任意の場所に展開可能であるということは、CVSG の最大の特徴である。有事には、複数の CSG が、 同時に派遣され、海兵隊や空軍、陸軍との統合作戦においては、統合任務部隊、コンバインドタスクフォース、CTF が組まれる。大きな戦争では、連合軍や同盟軍の中核艦隊として、混成多国籍任務部隊が組まれることもある。アメリカ海軍は、目標の一つとして、30日以内に6個、CSG。 90日以内にさらに2個 CSG を投入できる6プラスに耐性の確立を目指している。長年にわたり12個 CSG を保有してきたが、現在は空母が減ったため11個 CSG となっている。しかし、原子炉技術の向上に伴い、燃料棒の交換等ドック入りしての長期整備の頻度が減少することが期待されるので、むしろ今後は実稼働できる部隊数は、 増えることが予想される。近年では、空母同様に護衛艦,艦艇や原子力潜水艦の数が削減される傾向にある。通常は6ヶ月間の訓練航海が多い。通常攻撃時特殊作戦時。大きな作戦時には戦闘補給部隊、CLF、海上事前集積部隊、MPF、遠征打撃軍、S 部との連携が重要となる。上記の要件を備え。 対地、対空、対戦、対水上に十分の火力を備えた CVSG、CVBG は非常に手強い相手である。洋上においてこれらを攻撃することは極めて難しい。特に環状戦闘機が Z 化し、環状に空中早期警戒機が登場した1970年代以降、これはアメリカを仮想敵とする国家にとって 大きな問題となった。この問題に対し、ソ連が最初に出した回答が、爆撃機 ASM、空対艦ミサイル ECM と、潜水艦 USM、水中発射体艦ミサイルの複合システムであった。航空システムとしては、射程 400km 超音速を発揮できる、KH-22 空対艦ミサイルと、その発射母機として、やはり超音速を発揮できる、 つマイナス 22M 爆撃機、そして、電子攻撃用に改造されたツ、つマイナス16電子戦機が開発され、1970年代、前半より配備され始めた。また、海中システムとしては、P-50 対艦ミサイルが開発され、チャーリー型原子力潜水艦などに搭載された。1970年、1975年に行ったオケア演習において、 これらの複合システムは、その威力を遺憾なく発揮することとなった。特に、オケア70演習においては、90秒以内に100発もの、対艦ミサイルを集中して着弾させる飽和攻撃が、実演さ、西側諸国を強端させた。しかしこの時期、アメリカはすでに、ソ連の対艦ミサイル戦力の充実への対抗策を講じつつあった。実際、 1957年の時点でアメリカ海軍は JAFU APL に対しソ連の空対艦ミサイルに対する防空システムの策定を要求している。これによって策定されたタイフォンシステムは頓挫したものの1974年には暫定策としてのターター D システム実用化され、そして翌1975年には次世代防空システムであるイージスシステムが 海上試験に入っている。また、空母艦上においても、1971年からは、新型の空中早期警戒機である E-2C が、そして1973年からは、長射低空対空ミサイルと、高性能化機関製装置搭載の F-14、戦闘機が配備され始めており、CVBG の防空能力は、飛躍的に向上しつつあった。 これに対抗してソ連が新たに出した回答が宇宙 ISR システム洋上海中プラットフォーム長射程対艦ミサイルであった。ソ連は 900km にも及ぶ射程を備えた P-700 グラニと SSN-19 シップレックを火力としてこれの性能を従前に発揮するための宇宙偵察システムとしてレゲンダを配備した。そのプラットフォームとしては キーロフ級、ミサイル巡洋艦、オスカー型原子力潜水艦、ストバー空母、アドミラルクズネッツオフが配備された。これは、アメリカ海軍にとって、重大な脅威となった。特に、半空間的に構築された C4I システムは、当時はまだ艦隊レベルでの C4I システム、海軍戦術情報システムなど、しか保有していかったアメリカ海軍にとって、大きな衝撃であり、 現在の GCCSM や IBS に帰結することになる t ディ i x や c h ク x カディ i x といった宇宙 C4ISR システムの開発、配備が急がれることとな。一方、1990年代よりアメリカ海軍 CVBG に対する脅威として顕在化してきたのが中国人民解放軍海軍である。台湾海峡での有事。 台湾有事に備えたアメリカ海軍の干渉を排除したい、中華人民共和国は接近阻止、領域拒否能力を高めるべく海軍力の増強を進めている。潜水艦とその魚雷や駆逐艦、フリゲート、それらから発射される対艦ミサイルはその現れである。ただし、二千九年現在で中国海軍が配備している対艦ミサイルは、有事マイナス八シリーズや、 SSN-22 など、比較的強力ではあっても、いずれも、比較的短射程のものであり、20年以上前に、ソ連が配備していた蒸気のような複合システムには、棄権すべくもないものでる。アメリカ合衆国議会調査局の報告では、中国は、弾道ミサイル、対艦弾道ミサイルで空母を攻撃することを、考えているとしている。最大30ノット以上で海上を動く空母に、 命中させるべく短距離弾道ミサイルに GPS 中間誘導装置やレーダーによる終末誘導装置を備えさせようとしているとのことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。